11時10分から避難所を開設しました。それから広報無線も開設したということでかけたりしてるんですけども、まあ、現在のところ避難者の方はまだ見えてない状況です。行政の方で要支援者名簿というのがございますけれども、まあ、その対象の方は現在その避難が発令されている地区には住んではいない状況です。それから、まあ介護施設であるとか福祉施設であるとかっていうのも今は立ってないので、まあ、来る方をお待ちしているような状況になります。